ちは。こんにちは。こんにちは。はい、ということで、はい、また今週1週間のプロ野球展望をですね、はいはい、あれ結構どういうのが好きだとかいう話があったからね。ああ、結構いいっすよね。水川さんの予想ほぼ当たってましたよ、ね、だろ、はい、よく言ったね。本当にすごいなって思って。すごかったの。ドラミちゃんへの対抗心がすごい。いや、トランプ持ってこないで今日はね。もうボロボロになったらトランプ持ってましたもんね。はい、ということで、はい、16日からの、はいはい、明日からの、はい、プロ野球予想していきたいと、はい、皆さんに。まずセリーグがですね、はい、巨人広島、ヤクルト対阪神、そして中日対 DeNA、うん、ということで、でパリーグが楽天西武、ロッテ対ソフトバンク、はい、オリックス対日本ハムということで、こういう風になって、まず1週間始まっていくということになってますが、まず一個一個いきますか。もちろん、はい、セリーグから。セリーグで、じゃあ、うん、巨人広島ですかね、うん、ちょっとまだ先発はまあないですけど、もちろん、うん、はい、これはどうでしょう、みたいな、今のこの流れで。難しい。いや、ピッチャーがいないんだよ、広島が。ああ、鹿児島で巨人がとにかく打つっていう印象が俺の中ではある。DeNA の時に巨人と鹿児島行って、はい、コッパみじんに打たれたっていう、十何点取られた。十何点か。まあ、なんかそういう記憶があって、うん、だから巨人は九州でよく打つなっていう。ああ、なるほど。そういうのがあって、やっぱ巨人が有利かなって思うよね、うん、はいはい、うん、で広島、あの雰囲気をやっぱ脱却しないと、はい、いや、まあ、とんでもないことになる今。うん、どういう風に変えたんですか。いや、打てないから盛り上がらないよね。繋がらないから、ワッシャーワッシャーになんない、はい、でピッチャーも、まあ、岡田っていう、もう本当に素晴らしいボール持ってるんだけど、はい、もう自滅していくでしょ。うん、ちょっとずれしましたね、だってストライクが入らないって。じゃあもう一軍のピッチャーじゃないじゃんっていう感じ。うん、だからそういうことがあるから、ちょっとやっぱり巨人の方が有利かなと思う。ああ、なるほど。ヤクルト、阪神ですね。松山まあ、はい、純フランチャイズだよね、ヤクルトの、うん、まあ、やっぱヤクルトのあの打線は打つよ。まあ、すごいっすよね、本当に。田代選手も結構売り出しですよね。まあ、いいよ、いいっすよね、うん、だからまあ、ヤクルトかな。これはもうヤクルト、うん、で、続いては中日対横浜 DeNA と、うん、名古屋ドームですね。ここはやっぱりいい勝負かな。おお、でも浜ちゃんとか投げるんだよね。おお、そうですね。だから浜ちゃんが肩の状態がどうかだよね。うん、完投しちゃったし、はい、まあそういう意味ではいい勝負だな、ここはな。本当に空中戦にはあんまり持って い,、はい、いけないから、ね、あ、なかなかね、はい、ただビアネがあれば巨人の、はい、あれがやっぱ名古屋ドームで2発パシッと打ったように、ああいうこともあるからちょっとわからないけど、はい、うん、でもどちらかというと中日の方が有利かもな。ああ、 DeNA はまだちょっとピッチャー次第じゃないですか、ね、いや、名古屋ドームっていうところがさ、やっぱ空中戦で勝つ、まあ、にくい、あー、はい、あのチームだから、はい、今ね打線をつないでっていうよりも、うん、空中戦で勝ってきてるから、はい、だから出にくい球場になった時にどうなのかな。なるほど。では続いてパリーグ、はい、行きましょう、はい、楽天対西武行きましょう。これいいっすね。楽天生命パークですね。ナイター、これナイターです。はい、楽天だなぁ。寒いですか。いや、西武ドームでやるんだったら、はい、西武って言いたかったんだけど、はい、あそこのナイターってまだ寒いだろう。まあ寒いですよ、まあ、まだ、ね、はい、いや、そうしたらやっぱ楽天が慣れてるよね。いや、いつも。だからやっぱね、その気候の慣れっていうのはやっぱでかいと思うよ、ね、はい、では続いてロッテ対ソフトバンク、ゾゾマリン、どうすか、これは。あのね、やっぱソフトバンクはあの若手のいいのが出てくるね。すげえいますもんね。ヤックダがやっぱ戦列離脱して、まあ、柳田といな、はい、どう見てもロッテの方が有利に感じるんだけど、うん、この若手を差し込んだ時にどういう活躍をするかっていう一つの鍵はあるんだけど、はい、やっぱり、まあ、そろそろ俺ロッテが勝ってきそうな気がするけどね。ああ、本当ですか。うん、ちょっとね、はい、日本ハム戦の時はちょっと落ちてたんだよね、はい、相対的に、はい、でももうまた上がってくるかなと思うと、はい、やっぱりロッテかなっていう、この怪我人が出てきたことに考え、まあ、そうですね。で、仙台の疲労、はい、
やっぱ寒さに耐えてさ、はい、やるっていうのは疲労感が違うから、はい、でましてはまた外でしょ、うん、だからそういった意味ではロッテの方が有利かも。おお、ここ空中戦になりますか。この結構出やすくなりましたよね、うん、でも空中戦に負けないぐらいの打線じゃない今。まあまあそうですね、ロッテは、うん、だからそれは望むところって言ってもおかしくないと思う、今年に関しては。はい、そう。じゃあ続いてオリックス対日ハムですね、京セラ、京セラドーム、うん、はい。やっぱ日本ハムがね、リズム掴んできてるんだよね、はい、うん、そういった意味では2勝1敗で、おもう日本ハムかなって。2勝1敗でこれね、はい、カード的に見て、はい、まあおそらくあのなんていうの、巨人と巨人、広島、広島2連戦でしょ、はい、おそらく。ああそうですね、そうでしょ、はい、だからまあここら辺は巨人が連勝しそうな感じがするね。うん、ポンポンとかって、うん、やっぱで、はい、次はヤクルト阪神、はい、まあヤクルトの連勝かなっていうような感じするんです。ここは3連戦ですね。あ、明日次の日から神宮になります。え、神宮戻ってくるの。そうっす、松山、神宮、神宮になります。すごいっす、はい、結構な大変なスケジュールですけど。あ、予告先発出ましたね、今ちょうど出た、はい、どこ。全部巨人、山口投手、広島、ジョンソン投手。いや、ジョンソン悪いからな、はい、あ、これあった方がいいですね、やっぱ。でもさ、はい、やっぱ右打者が当たってんだよね、はいはいはい、だからこう、まあ、ここら辺はやっぱ山口の安定感と考えると、はい、やっぱ巨人だよね。ああ、ここは巨人、はいはい、で続いてヤクルト、阪神、原樹理投手とガルシア投手ですね。これが松山。ガルシアって外の球場が苦手で、はい、まあ甲子園で勝ったけど、はい、なおかつ地方球場に行くとさ、はい、どうなんだろうなって。なるほど。それだったらもう原の方が慣れてるでしょ。うん、うん、そうですね。だからまあヤクルト優位だよね。おー、ね、なるほど。じゃあ続いて中日 DeNA が、中日が大野投手、うん、で DeNA が上茶谷投手、うん、来ました。ここはね、もう、まあ、3度目の正直だな、上茶谷だな。お、ここは勝たせてあげたいってことですよね。まあそういうのもあるけど、はい、大野もね、よく頑張ってんだよ、はい、うんうん、頑張ってるけども、いい、粘りきれない、もうちょっと頑張れよっていう。なるほど。まあその辺の糸がどっちが切れてるかだよね。うーん、だから上茶谷も3回目なんでしょ、はい、大野も3回目なんでしょ、はい、上茶谷がいいピッチングしてるから勝ち星もらえないみたいな、うん、大野もう一つ粘りきれない、はい、そしたらチームの状態がいい方がいいよね。あ、そうっすね。でもてなるとっていうことですか。平田が欠けてるしな。あ、そうですね。まあ上茶谷だな、上茶谷投手。で続いてパリーグが楽天、西武が、楽天唐島投手と西武ニール投手ですね、はい、まあ楽天だな、楽天。おお、続いてロッテ対ソフトバンク、ロッテ涌井投手、ソフトバンクが東浜投手ですね。お互いポカがあるよね。投げミスというと投げミス、投げミスをした時に痛手を凝るという、うん、千葉マリンの風が吹けば、はい、涌井、吹かなければ東山。かっこいいっすね、っ、ね、この。いや、というのはやっぱそこで投げる、はい、お互いコントロールのいいピッチャーだから、ね、だからその風をどういう風な利用するか、風をね、うん、味方につけるかという意味では、はい、やっぱ慣れてる方がいいよね、うん、だから涌井がそろそろ勝てそうな気がする。なるほど。はい、で続いて京セラドーム、オリックス対日ハム、オリックスアルバース投手対、日ハムが上原投手が出てますね。アルバースもいいね。この下り結構ありますよね。アルバース上原でしょ、はい、杉本が爆発しそうな怪我がそんなにない。左キラー見たいっすけどね。だから初戦に関しては、はい、オリックスが有利かもな。おお、なるほどなるほど。なんか答え出てるわ。まあ一戦目の予想みたいな感じの方がいいんですかね。予告先発も出てるんで、ね、いや出てます出てます、はい、でも相対的に、はい、まあ巨人、はい、で次はヤクルト、はい、DeNA、はい、うん、楽天、はい、楽天、はい、でロッテソフトバンクはロッテ、ロッテ、うん、でオリックス日ハムですね。日本ハム、日本ハム、いくになるんじゃないかが、はい、優勢に運ぶと、はいはい、だから3連戦やったら2勝1敗ぐらいで終わると、はい、うん、ワンチャン3連勝もあるというような感じかな。おー、次のカード、
次がですね、セリーグ中日対ヤクルト、阪神対巨人、広島対 DeNA ですね。でパリーグの方が楽天生命パーク、楽天対オリックス、西武対ソフトバンクが5試合ですね。はい、そうですね、ここは5試合ですね、はい、1カードないですね、はい、中日対ヤクルトですね。名古屋、ここは名古屋ドームです。はい、やめよ。はい。なんかね、すごい疲れるわ。なんかこう考えると難しいですね。あ、ね、難しい。だからもうトランプ出してる。面倒くさい。面倒くさいなんて言うんですか。いやいや、考えるの疲れる。いや、そうですよね。やっぱしかも1週間ってなると寝てんのかなと思いました。寝てる。そうでしょ。もう途中寝ちゃったのかな。寝不足だけどね。あのタイガー・ウッズが勝ったおかげでお前寝不足だよ。ああ、見て、やっぱりゴルファーですからね。そうですね。すごいね。タイガーウッズの話の方が一気にしてますよ。まあ切ろうね。あ、切りましょうね。